はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、復讐主義の嘘っていうね、テーマでね、ちょっと語ってみたいと思うんですよ。多くの塾がね、復讐主義っていうのをね、歌っていますよ。ゼロで来てください。ゼロの状態で聞いてくれればいいです。で、それをちゃんとしっかり復習して、くれれば大丈夫ですっていう言い方をね、されている、ところっていうのも結構あるわけですよ。ただそれはね、ちょっと嘘があるんですよね。中学受験っていうのは一般のね、小学生の学習レベルと比べるとはるかに高度なことをやります。どれぐらい高度なことをやるかっていうとね、例えば国語で言ったら文章のレベル的にはね、高校受験とほぼ同じなんですよ。で、高校受験の公立高校の入試とほぼ同じレベルのものが出て、字数は中学受験の方が多いんです。初めからそれだけのものが要求されます。国語の知識についても膨大にことわざや慣用句やら、熟語やら部首やらって膨大に出てきます。算数のイメージは中学受験で必要になるものっていうのはね、中学3年間でやるものの、ルートとかは除いてね、その方程式的なものを X を使わずに和算でできるようになる。ほぼだから中学校3年間のことを先取りしていくっていうようなイメージなんですよ。そして理科や社会も同じです。理科で求められる知識のレベル、社会、地理、歴史、公民で求められる知識のレベルっていうのは、ほぼ中学3年間、中学校の教科書とほぼ一緒です。つまり、小学校6年生までの間に、中学校3年生までのことをやってしまうっていうのが中学受験なんですよ。ですから、これを、普通の小学生がね、こなそうと思ったら、すごい分量なわけです。もちろん、できる子はね、優秀な子は、能力的に高い子はね、全然それでもへっちゃらって人はいっぱいいますよ。ゼロから聞いてもね、よくわかった、よくわかった。超学校の授業は、とろくさかったと。もうこれぐらいの、ペースで進んでくれてちょうどいいと。で、家でもスラスラ復習できる。そういう人がどれぐらいいるかっていうと、割合的にはせいぜい、1割ぐらいはいるのは間違いありません。で、その状態でゼロから聞いていったらね、多くの人が、ちょっとね、わからないまま終わってしまうっていう教科が出てきますよね。で、また先生によってはね、先生の技術の、非常にね、成熟した先生と未熟な先生とで、やっぱり子どもの理解度っていうのは違ってくるわけです。ひょっとすると先生の教え方はほぼ期待できないってこともあり得るわけですよ。ちょっと復習主義っていうのはゼロから来て、授業もほぼゼロで終わってしまった場合、家に帰って結局予習になるわけです。でもやっぱりわからないですよね。で、テストを迎える。そうすると、ほぼ全ての時間が無駄になってしまうんですよ。で、勉強っていうのはね、
進めていこうと思ったらね、予習をしてあらかじめ大体何をやっておくのか、基本的なことは大体できるようにして臨むんですよ。で、その上で授業を聞くんです。そうするとスッと人間の頭ってのは入ってきますから。で、その上で問題を解いて、少し難しいところまで分かって、まあこことここはまだ難しいなっていうところで家に帰ってくる。で、その上である程度足場ができた上で家で復習をして、自分がやれるところまで潰す。で、そうやって仕上げた上でテストを受ければ、まあ同じことを繰り返しね、4回5回やったことになりますから、確実に自分のものになってきます。で、1週間のカリキュラムでそこまでやってしまえばね、次夏休みだ、春休みだ、夏休みだ、冬休みだってなった時に効率よく、復習ができます。最初に見た時よりも柔軟にいろんな問題に対応できるようになってきますよ。そうするとうまく、まあその回っていくんですよね。では、なぜどこの塾もね、これ復習中心主義を唱えるのかっていうことなんですよ。まず一番考えられるのは、復習中心主義って言っておけば、ああうちの子でもやれそうだというふうに錯覚できるから、錯覚するからです。中学受験をした経験者の親はそれは嘘であると知っているんです。毎週毎週成績の上位を並べる人たちはもうとっくの昔にやってるんですよ。で、塾が入ってテストに入る時にはもう仕上げなんです。そうやって初めて6年生の時にスパートが効くってことを知ってるんですよ。復習中心主義ですなんていう甘い言葉に乗せられてね、ゼロで授業を受けに行って、もちろんゼロで受けに行って仕上がる単元もあるんです。ひたすらね、今日は和砂山ですよって言って、和砂山の簡単な問題をもう一つだけ、もうバカの一つ覚えみたいに繰り返しね、1週間やってたらできるようになる。だけれども、そもそも1回や2回では絶対わからないっていう単元も1週間で終わっていくんです。例えば僕が悲惨だなと思うのはね、約数倍数関係です。中学受験をしない生徒さんに約数と倍数を教えようと思ったら、まず最初に18の約数はって言われたら、18÷1、18÷2、18÷3、18÷6、18÷9、18÷18って一つずつ割っていきますよ。そしてそれがだんだんとね、なんか冗長だなって思ったらね、1そしたら18、2、9、3、6ってやればちょっと楽できるな。公約数もそうですよ。12と18の公約数だったら、12の約数を1、2、3、4、6、12と書いて、18の約数を1、2、3、6、9、18と書いて、そして1、2、3、6、これが公約数だな。で、最大公約数は6だなって、そういう思考を鍛えた上でのすだれ算なんですよ。でも、ほとんどの塾はすだれ算からやります。ちゃんと、約数というのがどういうものなのか、倍数というものがどういうものなのか、一個一個丁寧にやっていかないと、
その上ですだれ算をやらないと本当の意味は分かりません。本当の意味が分かった上ですだれ算を聞けばそれは有効です。いやこれは便利だと。これで、最大公約数が分かる。その上で最大公約数の約数を出せば公約数が分かる。あこれで最小公倍数が分かる。でその最小公倍数に ×2×3×4 ってやっていけば次の公倍数が分かる。一度では分からない単元っていうのがいくつもあるんですよ。そういった単元があることは言いませんよね。だから予習がいるんです。そしてもう一つ、復習中心主義っていうのをね、建前上絶対崩さない理由はね、多分ね、俺知ってるよって先生言われたらね、嫌なんですよね。俺も知ってるよ、これできるよ、ね、今日はニュートン算ですって言ったらね、俺知ってるよ、できるよ、これね、次ね、これやるんだよ、あれやるんだよってやられたら、授業がね、やっぱりつまらなくなるんですよ。だから徹底して復習中心主義ですと。ゼロで来ているってことを建前にするんです。それは建前なんですよ。で、予習の仕方、それはざーっと眺めていく。それだけでも十分有効です。あ、こんなことやるんだな。どういうふうにやるのかな。で、よかったら、僕のね、桜チャンネルを見て、あ、こういうことやるんだ。こういうふうに解くんだ。こういうことがポイントなんだ。っていうふうにね、聞き流していくと、ほぼ大体わかると思います。で、目先の単元だけじゃなくてね、好きな科目なんかはね、どんどん先を予習するといいですよ。あ、次の単元はこれだ、これもちょっと見とこう、その次はこれだ、これもちょっと見とこうっていうね、先へとね見れるようにするんです。そうすると人間の頭っていうのはね、だんだんこなれてきますから、ちょうどこなれて習熟してきたなっていう頃に塾が入るようになってくるんですよ。そうするとテスト前にはほぼ完璧に仕上がる。それを毎週毎週きっちりきっちりやっていく。そうするとね、どういうことが起きるかっていうと、忘れなくなるんですよ。で、忘れても思い出せるようになるんです。そりゃそうですよ。予習をするでしょ。一回りどんなことやるか見るでしょ。で、授業を聞くでしょ。で、問題を解くでしょ。で、家でやるでしょ。で、テストを受けるでしょ。で、ゼミがあるところなんかはテストの解説があるでしょ。もうこれだけで6回復習したことになるんです。人間ね、6回同じことをやったらね、さすがに覚えますよ。でも復習中心主義で予習なし、ね、授業がほとんどわからなかったっていう時には、その時には、あ、すいません。あ、置いといて。はいはい、僕ね。はい。ね、すいませんね。で、授業ダメ。で、家帰ってもダメ。ほんで、お母さんにね、やってみなって言われて、できなくて怒られて。ね、何やってんのって言って、テストもダメでまた怒られてってなるっていうことね。悪循環になるわけです。だから復習中心主義っていうのは体裁なんだ。体裁上言ってるだけなんだ。多くの人はそういうふうに認識していますよ。だから予習を大切にするっていうやり方を、僕はまあ進めているわけです。
でそこでね、まあもしよかったら僕の、さくらチャンネルも、見てね、ああこういうことやるんだなって認識してから、授業に行く。まあそれが一番いいやり方じゃないかなって僕は、まあ、提案してるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。